これ食べると脂肪をため込まず痩せる最強食材があるんです。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはここ数年確実に体重が増えてきた、あー痩せたいけど食べたいって思いませんか？今回はそんなお悩みを全部解決することができる食べて痩せる最強の神食材3つお伝えします。この神食材をしっかり食べることであなたの腸内環境が整って根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができます。この神食材を美味しく食べながらすっきり痩せておしゃれなど楽しんでいきましょうね。実際に私のクライアントの方もこの方法で美味しく食べながら1ヶ月でマイナス3キロ、昔のスーツが入ったなど嬉しいご報告いただいています。ぜひ最後までご覧くださいね。話の流れは2部構成です。1、脂肪をため込んで太る原因とは。2、食べて痩せる最強神食材3選とその3つを使った簡単レシピ、この順でお話します。では1つ目の項目です。脂肪をため込んで太ってしまう原因、主に2つあります。原因の1つ目は腸内環境を悪化させる食事をとっているからなんですね。具体的に何かと言いますと、白砂糖がたっぷり入った甘いお菓子や人工甘味料、化学調味料など加工されたベーコン、ソーセージ、他いろいろですね、そういった余計な添加物がいっぱい入っているもの、こういったものを召し上がっている方というのは一気に脂肪を溜め込んでしまいます。なぜかそのようなものを食べてしまうと腸の動きが一気に悪くなって代謝が爆下がり、どんどんと余計な体のゴミ、老廃物を外に出すことができなくなっていって、結果どん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 脂肪を溜め込んでしまうというその負のスパラルに入ってしまうんです。原因その2、血糖値が急上昇するものをたくさん食べているからなんですね。例えば白米だったりパンだったり、また甘い飲み物、食べ物、揚げ物などですね、こういったものを特に食事スタートしたその一番最初に召し上がってしまうと、もう血糖値が爆上がりです。その血糖値が上がる間にどん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 脂肪を溜め込んでいってしまいますから、いかにこの血糖値を下げるかっていうことがダイエットには非常に強く関わっているんです。ではどうすればいいの？ということで次の項目です。この項目では脂肪を溜め込まないようにするための食材3つと、その3つを使った美味しい簡単レシピ、この順でお話します。今からお伝えする最強に痩せる神食材3つに共通するのはこちら、食物繊維がめちゃくちゃ豊富だからなんですね。なぜかというと、食物繊維をしっかりと食事の時に摂ることで血糖値の急上昇をぐっと抑えることができるということと、脂肪を吸収することも抑えることができる、このダブルの効果を使っていくのがこの食物繊維になります。では一つ目の神食材はこちら、大豆製品になります。大豆に含まれる食物繊維は水溶性と不溶性、同時に2種類の食物繊維が摂取できるんですね。大豆製品は食事の時の血糖値の上昇を抑える効果もありますし、また大事な腸内環境を整える成分もいっぱい入ってます。特に私たち女性にとって嬉しいのが、女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをするイソフラボンも取れるこの大豆製品をしっかり取ることで体調も良くなる。またダイエットに欠かせない栄養、タンパク質もしっかり取れます。やはりタンパク質を取ることで筋肉の元となりますが、そこで筋肉の代謝も上げていきましょう。2つ目の神食材はこちら、キャベツになります。キャベツも同時に2種類の食物繊維が摂取できます。キャベツは大腸で痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの餌にもなりますし、なんといっても低カロリー、しっかりと食後の血糖値の急上昇を抑えてくれる働きももちろんしてくれます。3つ目の神食材はこちら、キノコになります。例えば椎茸、しめじ、えのき、まいたけ、いろいろありますよね。キノコは平均して 100g あたりカロリーが 17kcal 前後ととても低いんです。またほとんどが水分なんですね。そしてキノコには老廃物を体の外に出すデトックス効果も高いです。また噛み応えもありますから食べ過ぎ防止にもつながります。
次に今お伝えした神食材3つを使った簡単レシピお話します。今回のレシピはこちらです。高野豆腐とキノコのキャベツ煮になります。材料です。4人から5人分になります。1、高野豆腐を5枚入りを1つで1袋ですね。たまたま買ったのが箱入りだったんですけれども、こちら高野豆腐1箱で5枚入ってます。この高野豆腐とあとしめじが1株、こちらですね。そしてキャベツが 200g、まあ、大体4分の1ぐらいでいいと思います。そしてこれ大事、無添加の鶏ガラスープの素を大さじ2杯、こちらですね、化学調味料無添加の鶏ガラスープの素を岩塩しようということで、ちょっと見つけてみたので買ってみました。こういったもの、まあ、健康食品のお店とかね、とにかくこういった調味料系は無添加のものを選んでください。そしてだし醤油大さじ1、これです、醤油大さじ1と、あとお水が 300cc です。ではここから簡単な作り方です。1、高野豆腐はですね、裏面とか表示ありますね、手順でまず戻してください。そして水気を切った後に、これ1枚が結構大きいので食べやすい大きさ、私は6分の1カットしたんですけれども、それをカットしたのでお鍋にまず入れてください。そして2、石づきをカットしたしめじも先ほどの鍋と一緒に入れてください。そして3、ざく切りしたキャベツを鍋に入れていきます。そして残りの材料ですね、化学調味料無添加の鶏ガラスープとだし醤油を先ほどの鍋に全部入れて、蓋をして中火で15分煮ます。で途中ちょっとね、味をなじませるために数回かき混ぜましょう。そして煮含めたらもうあっという間に完成です。さあ、ここまで動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出しています。このダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロになった方もたくさんいらっしゃいます。また見るだけで健康的で綺麗に痩せる腸活ダイエット方法の解説した動画を4本無料でプレゼントしています。この動画の説明欄の下にプレゼント受け取るためのリンクが貼ってあります。今すぐ LINE ご登録いただいてお役立てくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に作ってみた食べてみたっていうご感想などコメントにいただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。